皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。今回最初のコースは草花さん。いきなり全自動コースから始めていきましょう。サーフィンする全自動マリオ、サーフィングオートマリオ、クリア率 59% でございますね。サムネでマリオがボードに乗ってます。マリオお腹出てますね。三段腹です。早速遊んでいくる。草花さんのコース遊ぶの結構久しぶりかもしれない。サーフィン、サーフィンしてるのか。走ってるように見えるよ。走ってる走ってる。そして青ドクロに乗ったら戻るんかーい。すごいですね、あの青リフト。本当に波打ってるみたいに見える。僕はあの青ドクロを使ってよく波を作ってるんですけどね。すごい、これメットに乗って本当にボードに乗ってますよ。そして跳ね返っていったら今度はボンボン、一つずつ一つずつ時間壊していこう。左側でカメさんもボードに乗ってる。こっからまたいいですね、マリオのディスコ。ここはどこ、私は誰。はい、無事に波に飲まれず帰ってくることができました。お酒は飲んでも飲まれるな。草花さんのサーフィンのコースでございました。サーフィンする全自動マリオ、いいねして次のコース遊んでいくる。はい、続いてはこちらのコース遊んでみましょう。いいね2000突破、カビゴンの迷宮、悪夢を解き明かせ。クリア率は 23% 台なんで割と優しいコースだとは思うんですが、ベストタイムが1分10秒70秒かかってるんで、サムネの見た感じよりは結構長いコースになってるんでしょうかね。2000、ありがとう。土管に入っていくのね。了解了解。そして謎解きコースでございます。メットを投げ捨てたらこの赤コインはまだ取れないと思うんで、まあとりあえず叩いてみますよ。そしたら P スイッチが落ちてきたので、ほう、法華経、何間違えてた。これ乗ってあげると多分パワーブロックが2個とも落ちてくるんじゃないでしょうかね。1個ずつ叩いてあげるとまた先に進めるようになっていくで。これはどうしようかな。音符を先に叩くか、ちくわを先に叩くか、まあ、こっち先だと思う。正解っぽいね。で、投げていく、頭で飛ばしていく。よし、どんどん進んでいくる。ネットとおさらばしたら今度はなんじゃろな。ネットをかぶっての、これでいいのかな。順番とかあるかな。とりあえず全部爆発させちゃったけど、これで進めるようになっている。いいですね。そろそろベストクリアタイムの時間は終わっちゃったけど、これはファイヤーだな。よし、これで左上のパウブロックを叩いて、右下のブラックパック3さんようなら。ここは何だろうな。あのクリボーを倒すんですよね。ということはここのコインが怪しいから叩いてみる。何かある。チュ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 。あ、なるほどね、こうやって鍵を取るんだ。みんな大好きゆうちゃんでございます。なおさんとかね、かかしもんとかゆうちゃん大好きですからね。どんどん遊んでいきましょうね。これで赤コインは残り1枚。最初の土管入って割と好きなところに1枚ありましたよね。上から落ちてきて取るような赤コイン、これは特に音符は何もなかったか。あの赤いコイン1枚取りに戻るの。どっちこっち、こっちか。ドキドキドキ。習慣がある、鍵がある。お邪魔します。そしてキティちゃん投げるよ。大丈夫だ。スターが降ってきた。待って待って、あのスターは取るべき。 P スイッチ押してみたよ。はい、スター取ったけどどうすればいい。待って待って、積んだこれ。土管にも入れないし、積んだかな。はいはい、うわー、積んだ。そういうことか。せめて死ねるポイントが欲しかった。
残り300秒ここで待つのは苦痛。苦痛、非常に苦痛。キティちゃんの悪魔。しょうがない。ここはグッバイチャー。あリュカさん、大変申し訳ございません。ぜひ興味のある方、この続き遊んでみてください。はい、お待たせいたしました。次はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。Use a shell to take item harder。クリア率約 10% のベストクリアタイム1分28秒。こちらのコース遊んでいきたいと思います。では、行ってまいりましょう。ユーズアシル、まあ甲羅を使っていろんなアイテムをゲットしていけよっていうコースでしょうね。ここから神出てくるのかな。出てきたね。まずは下か、バネで P スイッチが運ばれてきました。これでここのブロックを使えるようになるんだけども、なるほどね。あ、キノコキノコキノコ、さっきの亀の甲羅ずっと持って行った方が良かったのかな。まあまた出てきますよね、きっとね。出てくると信じて。危ない。 P スイッチリードは結構ずっと繋がってたんだ。早めに戻ってきてよかった。1アップゲットだぜ。で次は何じゃろうな。上には何にもなさそうかな。今度は亀が早めに出てきてくれた。とりあえずまた上を叩いてから雲。やばいな、これは雲を後出しした方が良かったんじゃないか。大丈夫かな、亀あんまり倒さないでおこうか。後々心配になってくる。また使うところあるでしょうからね。これはこの辺の隙間にファイヤーを入れてやれるよと、そういうことですね。 OK、 わかりました。習慣ゲットありがとうございます。どんどん進んでいきましょう。ゲストを嫌い、ゲストを嫌い、ゲストを大好きな人いるんでしょうかね。あ、当たっちゃった。嘘、デカマリオだとこれ当たっちゃうの。それはちょっと。あ、でもここでキノコも割れるんだ。せめてもの優しさでしょうかね。上行ってる間に下をくぐり抜けていく。でっていう、でっていう、今度は先に下を叩いておこうかな。で、ヨッシーを取ってからまたこっちにぶつけてみましょう。鍵ゲット。ここは何だろうな、上何かありますかね。今何か出てきた、羽か。で、右側にパイブロックが埋まってるんで、きっとあれも使えっていうことなんでしょうね。あ、まあいいや、変なことしてミスったら怖いんで、パイブロックだけ回収したら、とりあえず先に進んでいきましょうかね。OK、ここも、ブラックパックさんから出てくるのは当然でかいカメか、メットか。メットだった。あ、ヨシー乗ってちゃダメなのね。OK、わかりました。でここで先に蹴っ飛ばしてから、メットを飛ばして、追いかけていったら、びっくりした。スタートっておいてよかった。どこまで続くんだ？メット倒したって大丈夫かな？よーし、間に合った。そろそろゴールでしょうかね。鍵も取ってるんで、無事ゴール。よかったよかった。さっきのコース、まあクリアできなかったんでね、なんとか2コース目クリアできてよかったです。 Use a shell to take item harder、 ありがとうございました。ベストタイムより1分以上長くかかっちゃった。はい、それでは今日の最後、こちらのコースで終わりにしたいと思います。ノンストップで進め、10秒ぴったりスピードラン、サンダーゴマタンさん、ベストタイム、9秒919。まあ見なかったことにしておきましょうかね。クリア率 10.01%、 こちらの方が10秒ぴったり。ノンストップで進め、遊んでいきましょう。バーグを投げてから土管には入らない方がいいんだろうな。そしてやられていく。多分アクルリンとかもしない方がいいのかな。どうなんだろう。ブーム。スタートでバネジャンプをしてしまうとゲストを引きちばばしてしまうようだ。これスピンジャンプでいっていいのかな。普通のジャンプがないと間に合わなかったりするのかな。ほいほいほい、クリボーカーさんでパウルを投げて間に合った。
マリオナンバーワン。ふふ。オッケーオッケー。2回目でクリアできれば上出来じゃないでしょうかね。さてタイムは9秒999。やったぜ。これこそほぼ狙い通りのタイムなんじゃないでしょうかね。サンダーゴマダさんのノンストップですめ。10秒ぴったりスピードランでした。ありがとうございます。そして今日はちょっと短いですが、このあたりで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだお進みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それとコース募集も行っております。優しさのあふれるコース大好物です。では明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。